ということで、実家動画3本目ですね。今回は3、4年ぶりに部屋紹介。久々の部屋紹介ですね。この部屋の紹介、最後にやったのが学生時代だったので、ぶっちゃけ9ヶ月ぶりにこの部屋に帰ってきたから、思い入れとかそういうもの全くないんですけど、部屋紹介していきたいと思います。ただ普通に部屋紹介しても正直面白いものないんで、今回目隠ししながら部屋紹介していきたいと思います。目隠しすることによって、これは〇〇なんですよって映してたものが全く違うものだったっていうね、そういう面白さが生まれたり、あんま良くないな、面白さ解説するのは多分良くないかもしれない。とにかく俺は今から目隠しをするんや。目隠しして部屋紹介をする。じゃあ、わかったか、ボケ。ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。サンディエゴ。それでは早速、目隠し部屋紹介していきましょう。まずは目を隠します。何も見えない。オッケー。こっから部屋紹介していきたいと思います。しまった。この手持ちの iPhone のカメラの録画ボタンはまだ押してないけど、目隠ししてるから、録画ボタンがどこかわからない。あ、できた。それでは早速、部屋紹介していきましょう。さあ、まずはですね。あ、怖っ。わからん。怖すぎる。まずはですね。はい、こちらにあるのは、ベッドですね。このベッド、ダブルベッドでね、でかいんですよ。実はこのベッド、昔、うちのじいちゃんとばあちゃんが使ってたベッドなんですよね。いいベッドだと思うので、ダイブしていきましょう。せーの。ダイブ気持ちいい。気持ちいいぜ。ベイベー。ベッド2ベッド。つまり、ベッドは無敵ってわけさ。次行きましょう。続いてはですね、こちらですね。皆さん何かわかりますか？これ。なんだこれ。これはね、隕石ですね。こちら隕石でございます。うちの家族の誰かが落ちてきた隕石拾ってきました。そしてこちらにはですね、これはさすがにこれや。なんや。マリンカの写真集ですかね。声優さんの河野まりかさんの写真集です。下のこっちがスミペの写真集かな。上坂すみれさんの写真集ですね。なんだこれ。仮面ライダーのベルトだ。仮面ライダーのベルトですね。いった！こちらはですね、パソコンです。なんでこちらにですね、悪魔メサさんのサインが書いてあるんですよ。素晴らしいサインです。ただね、この悪魔メサさんのサイン書いたこの PC に、ちょっと前友達がうち遊びに来て、全裸ゲームやったら、そいつがこのメサさんのサインに陰謀落としていきました。最低です、本当に。ちょっとベッドの上にあるね、ものとかも紹介してみようか。これはプリズンスクールの漫画が入ってる本棚。ここら辺に行くと結構綺麗でしょ、ほら。これとかめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。あ、すいません。ここら辺とかもね。うん、何もなかった。箱があります。はい、これなんでしょう。はっ、洗濯バサミだ。なんで？なんで洗濯バサミある？どんどん行きましょうか。これとかね、細長い本。これはね、素人もののエッチな本ですね。僕、一時期素人ものにハマってて、まあ今もハマってるんですけど、多分これ素人ものですね、エッチですね。これ結構大事にしてるんで、大切に取っておきます。素人もの！これは、カバンですね。なんで？なんでこんなとこにカバンある？まあベッドの上ここら辺にしといて。あとなんかあるかな？いやいやいや、誰お前？誰？あ、パソコンか。ふざけんなお前。こっちにはハンガーが置いてありますね。なんで？なんでハンガー置いてある？あいつ！あいつ！いや！この下に行くと、本棚ですね、また。いちご 100% だったり、キスシスだったり、トリプルエッジだったり、いろいろありますね。紹介、ここら辺で終わりましょう。いたー！カメラ、ここかな？あー違った。ということで、数年ぶりの実家部屋紹介でした。懐かしいなーって思えたんじゃないですか、皆さん。僕も見ててめっちゃ懐かしかったです。見てないけど。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。